本日はお忙しい中お運びいただきまして誠にありがとうございます。早速ご報告させていただきます。まず、通期決算のハイライトでございます。はい、2018年度は売上、営業利益ともに 20% を超え、過去最高業績を更新しております。インフラ金融事業ともに営業利益は100億円を突破し、過去最高業績となっております。岩盤収益基盤でもありますインフラと金融のサービスのご契約いただいております件数は1000万件の大台に乗りました。この1月末ではインフラのみで1000万件のご契約をいただくまでに成長しております。マイニング事業では再構築による特損がございました。一方、それによりましてダウンサイドのリスクは払拭され、子会社株式の売却により財務基盤はむしろ強化されております。後ほど詳しくご説明させていただきます。株主還元につきましては対前年でプラス 6.5 円、年間 29.5 円とさせていただきました。こちらも本日先ほど発表いたしましたが、2019年度中に自社株買いを最大で 31.1 億円規模で実施することを予定いたしております。次のページご覧ください。通期決算のサマリーです。売上高は 20% 増の1851億円、営業利益は 23.5% 増の217億円、経常利益は 10.5% 増の191億円、最終利益はマイニング事業の再構築の特別損失の計上によりマイナス207億円となりました。売上高から経常利益までは最高業績を更新しております。ご参考までに次のページをご覧ください。こちらは減損を行いましたマイニング事業を除いた場合の既存事業のみの成長の結果を表しております。マイニングを除きますと対前年で営業利益、経常利益ともに 30% を超える成長をご確認いただけると思います。次のページをご覧ください。6ページでございます。1から12月の営業利益の増減分析になります。営業利益は前年の 176.4 億円から41.4 億円増益をいたしております。内訳はインフラ事業が過去最高業績更新となりプラス 29.6 億円、金融事業も同じく最高業績を更新しプラスの 27.7 億円、インキュベーション事業は株式の売却がございまして、こちらもプラスの 5.5 億円でございます。一方、広告メディア事業はアドフラウド問題の影響など収益性の悪化がありマイナス 2.1 億円、仮想通貨事業については交換事業は前年比でプラスとなったもののマイニング事業での損失計上を補いきれずマイナス 15.6 億円となっております。次のページご説明申し上げます。直近の第4クォーター10、12月期の営業利益の増減分析でございます。前年同期の 56.5 億円から 11.9 億円の減益をいたしております。インフラ事業がプラスの 6.5 億円、金融事業がプラスの 2億円でございます。VC 事業は前年度は株式売却により利益の計上がございましたが、この第4クォーターは案件がなくマイナスの 5.9 億円でございます。仮想通貨事業は前年の黒字計上から一転マイニングの収益性の悪化により赤字転落したことが主な要因となっております。それでは各セグメントごとのサマリーのご説明をさせていただきます。
インフラは増収増益で最高業績の更新、営業利益は初の100億円超えとなりました。引き続き決済、EC、SSL、アクセスを筆頭に各事業が高い成長を牽引しております。広告メディア事業は増収減益、トップラインは広告代理が好調に推移したものの、アドフラウド問題への対応、大口顧客との取引内容の見直し、メディア各社での収益性の悪化など市場の変化に対応しきれずに収益性は厳しい状況となっております。金融事業は増収増益で最高業績の更新、以前から取り組んでまいりました FX の収益性改善が続くとともに CFD など新たな商材も着実に成長してまいりました。仮想通貨事業は増収減益、 GMO コインで展開する交換事業は収益基盤が確立でき黒字計上となったものの、マイニング事業の損失計上をカバーできず、仮想通貨事業セグメント全体で 13.6 億円の損失計上となっております。次のページをご覧ください。こちらは業績の6年分の推移を示しております。インターネットサービスのクラウド化やセキュリティ商材への注目度の高さ、決済やキャッシュレスなどの流れもあり、インフラの売上、営業利益はともに力強い成長を遂げております。金融は17年に課題だった流動性の流れを受け、18年に積極的に行ったビッグデータ解析などによるカバー取引の効率化により一段収益力を上げてきております。18年は仮想通貨事業の急速な立ち上げを行い、年末には事業の再構築の意思決定を行いましたが、既存事業の牽引により過去最高業績のを出すに至っております。さて、当社の総還元成功、失礼いたしました、総還元、成功 50% の方針につきましては従来と変更はございません。最終益の 33% 以上を配当、残りの約 17% を自己株式の取得原資としております。当グループは業績予想を非開示とさせていただいていることから、配当予想もお出ししておりませんので、四半期ごとに配当金額の発表をさせていただきます。次のページをご覧ください。今期につきましてはマイニング事業の再構築により353億円の特別損失を出しており、連結最終利益は先ほどご説明した通り207億円のマイナスとなっております。当グループの配当に関する基本方針に基づいた場合の配当金はゼロでございますが、連結損益計算上の利益とはならないものの、株式売却による資本剰余金の増加によりバランスシートを中心に検討をし、配当減少を算出しております。こちらのチャートの通り株主還元を実施したいというふうに思っております。次のページをご覧ください。当四半期の配当につきましては一株当たり配当金を 11.8 銭と増配させていただき、当期の一株当たり配当金の総額は29円50銭、総配当金額が33億9500万円とさせていただきます。次のページでございます。自己株式の取得についてもこちらの通り102億7300万円を株主還元の原資とし、その 50% から配当総額33億9500万円を控除した17億5000万円を自己株式の原資といたします。さらに17年の最終益から実施予定だった自己株式の取得について、2018年度中に実行に至らなかった13億6000万円を今期に繰り越して実施いたします。結果といたしまして250万株31億1000万円の自己株の取得を行います。続きまして、決算の概要につきましてご説明を申し上げます。
ご覧いただいておりますのは四半期のセグメント別売上高の6年間の推移でございます。対前年で 14.7% の増収となっております。次のページでございます。セグメント別の営業利益につきましては、対前年同期、失礼いたしました、対前年四半期 20.9% の減、第4クォーターにはマイニング事業の損失計上、 VC 事業での前年にエグジットがあったことによる反動減が主な要因でございます。次のページは PL のサマリーでございます。営業外損益が悪化しておりますが、これは為替差損のマイナス 15.8 億、主にマイニング事業による一過性のものとなります。また GMO 青空ネット銀行の事業開始により持ち分法投資損失が 8.2 億円となっております。その他はご覧の通りでございます。次のページがバランスシートのサマリーです。ご覧の通り、右下の自己資本、左上の現預金が大きく増えております。一方、有利子負債は減っており、財務基盤は強固になっております。ご参考までに次のページ19ページでございますが、ネットキャッシュと DE レシオの推移を付けさせていただきました。過去6年分の推移をご覧いただければと思います。続きまして、キャッシュフロー計算書のサマリーでございます。2018年はキャッシュフローが大きく動いております。営業キャッシュフローがプラス 131.2 億、投資キャッシュフローはマイニング事業の投資205億を含むマイナス 298.9 億、財務キャッシュフローが子会社株式売却でプラスの549億、 GMO ペイメントゲートウェイの CB 発行により175億、合計エクイティ関連で725億円のプラス、借入金の返済でマイナス223億円があり、結果といたしましてプラスの 439.6 億円となっております。期末は現金同等物のプラスが 258.3 億、期末の残高は 1436.5 億円となっております。以上をご報告申し上げます。グループの概況から先につきましては、 CFO の安田からご報告を申し上げます。それでは以降のパートにつきましては、私の方からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずグループ上場各社の時価総額と当社持ち分相当額になります。ご覧の通りとなっておりますが、先ほど熊谷の方からの説明ありましたように、18年度は GMO フィナンシャルホールディングス GMO PG 株式の一部売却を実施いたしまして、合計で約550億円をマーケットから調達させていただきました。この売却によりまして持ち分の方が変動しております。次のスライドになります。こちらは当社の4つの事業領域を俯瞰した図でございます。売上比率で領域の大きさを表現しております。インフラの契約件数、FX、証券、仮想通貨の口座数など、岩盤収益基盤としての顧客基盤が合計で1131万件となり、まもなくインフラ商材のみでも1000万件を突破する見通しとなっています。次に参ります。グループのパートナー人員数の状況になります。12月末のグループのパートナー数は5767人、うち 45.8% がエンジニア、クリエイターという技術力を持った作る人となっています。この作る人の比率を 50% 超にするという目標に向きまして、引き続き人材投資を行っていきたいと思います。続いてまいります。インフラ事業の状況になります。こちらはネットインフラ事業の事業構成になります。
ご覧になりますようにインフラ事業はナンバーワンサービスの集合体でございます。力強い成長はナンバーワンサービスの集合体ゆえに実現をできております。次に参ります。こちらはインフラ事業の6年間の通期業績の推移となります。この2018年度は売上高が1000億円、営業利益が100億円の大台を突破してまいりました。顧客基盤の拡大をベースにストック型あるいは岩盤型と表現すべき底堅い収益、そしてトランザクション型と収益モデルが多様化できておりまして、力強い増収増益トレンドを作れております。次のスライドに参ります。こちらは四半期売上推移とその内訳になります。足元10-12月期が 16% 増収と一見成長が鈍化しているように見えますが、こちらは前年の同期に特殊要因である海外決済子会社の収益をクォーターに6ヶ月分取り込んだことによる反動減でございます。基本的には 20% の成長というものがベースとなる水準と考えております。次のスライドに参ります。四半期営業利益の推移となります。決済、セーセールといった利益率の高い商材が好調に推移というトレンドは変わりません。続いてまいります。インフラのご契約件数になりますが、こちらの通り995万件となりまして過去最高となっております。繰り返しになりますが、まもなくインフラ商材のみで1000万件を突破する見通しです。続いて広告メディア事業の状況に入ります。こちらは広告メディア事業の6年間の通期業績の推移になります。対前年は増収減益となりまして、ここ数年は減益が続いております。それぞれ要因はあるものの、今期の大きな要因といたしましては、まずはメディア事業におきまして自社メディアの利益成長が外部要因もあり伸び悩んだこと、またアドフラウド問題の影響、これの対応等により利益が影響を受けたことが要因として挙げられます。この2019年ですが、このセグメントは V 字回復を目指し、セグメント内の各社が取り組みを開始しております。次のページになります。四半期売上推移とその内訳となります。対前年同期ではメディアは減収となったものの、広告が需要期を取り込みまして 20% 近い成長となりました。セグメント全体でも 11.7% の増収となっております。次に参ります。四半期営業利益と推移となります。引き続きネット広告市場の変化に対しまして厳しい状況が続いております。グループのメディアセグメント各社とともに2019年度は危機感を持って臨んでまいりたいと思います。続きましてはネット金融事業に移ります。こちらは6年間の通期業績の推移となります。17年以降の FX 市場ですが、取引量が全般的に落ち着いてはきているものの、高い技術力とカバー取引の仕組みを改善することによりまして、18年は営業利益が過去最高の100億円を突破いたしました。次のスライドに参ります。四半期業績の推移はご覧の通りとなります。年末にかけまして取引量は減少する中で広告宣伝費を増加をこなしまして、この四半期は増益となりました。 JMO クリック証券ですが、 AI ビッグデータ解析による FX の収益改善をベースに CFD などのお客様のニーズに沿った商品の提供を通じ、
今後もマーケット環境に左右されない経営基盤を構築していきたいと思っております。次のスライドに参ります。 FX の取引高の推移となります。7年連続して世界ナンバーワンとなりました。次のスライドになります。海外の状況になります。当社グループですが、世界22カ国65拠点に展開しておりまして、海外のパートナー数ですが1329人となりました。次のページに参ります。海外売上比率ですが、足元で約 9% となっております。 Z コムブランドで展開しておりますインフラ金融事業、そして再構築後のマイニング事業を通じてこの比率を今後もさらに引き上げていきたいと考えております。はい、続きのセグメントに入りたいと思います。金融決済仮想通貨領域につきましてご説明申し上げます。まず仮想通貨事業全体の業績ですが、こちらの通りとなっております。マイニング事業と仮想通貨交換事業によって構成をされております。この第4クォーターですが、マイニング事業の収益性の悪化により赤字幅が拡大をいたしました。マイニング事業につきましては、昨年の12月25日に発表いたしました特別損失の計上により事業の再構築を図ってまいります。その内容については後ほどご説明をいたします。次のスライドに参ります。改めて仮想通貨事業で私どもが取り組んでいるのはこちらの3つの事業になります。今回方針を変更しておりますのはマイニング事業の部分となります。今回仮想通貨マイニング事業については大きな方針変更を行いますが、他の2つ GMO コインが提供するエクスチェンジと今後ステーブルコインの発行を予定しているペイメントの領域は継続して取り組んでまいります。次のページに移ります。マイニング事業単体の第4クォーターの状況についてはこちらの通りとなっております。昨年の7月から9月にかけまして自社マイニング施設へのマシンの増設ですが、こちらを計画通りに行った結果自社ハッシュレートが増加いたしまして増収をいたしました。一方で外部環境ではグローバルハッシュレートが5万ペタハッシュを超えビットコインの価格も軟調であったこと、さらに内部要因といたしましてマイニングマシンの価格が高騰した際に購入をいたしましたマシンの減価償却費の負担増によりなどにより減益となりました。このマイニング事業につきまして12月25日に発表した特損の計上により事業の再構築を図っておりますが、その内容についてご説明をしたいと思います。次のスライドをお願いいたします。マイニング事業のうち自社マイニングにつきましては2017年12月から事業を開始いたしましたが、想定を上回るグローバルハッシュレートの上昇、ビットコイン価格の下落、またマイニングマシンですがこちらビットコインの価格やマーケットニーズに応じて実は値段が上下、高い時は値段が高騰する特性を持っておりまして、当社においては当時一部高値掴みをしましたマシンの消却費の負担が重くなりまして、マイニング事業における収益性を圧迫しておりました。またマイニングマシンの自社開発製造についてはこういった外部環境によるマイニングマシンの価格の下落と需要の低下、またマシンの部材の不足という製品マシンの部材の不足によります製品化の遅延、こういった状況に面しておりました。次のページをお願いいたします。
このような経営環境に鑑みまして、事業の再構築の方針を決定いたしました。まず自社マイニングにつきましては再構築を行いまして、マイニングマシンなどのリスクアセットについては今後の資産の評価リスクを払拭すべく、すべてのマシンの減損処理116億円を行いました。またマイニング事業のコストを大きく分けますと、マシンの焼却費といわゆる電気代で構成されております。マシンの焼却費につきましては以上の対応で削減を行い、電気代については今後もさらに電気代の安い場所へマイニングセンターを移設することで事業の再構築を図ってまいります。保有する大量のマシンの焼却費が一旦なくなるためリスクを排除し淡々と継続してまいります。またマイニングマシンの開発製造販売におきましてはかかる費用のすべて236億円全額を減損いたしまして、今後この事業からは撤退をいたします。続いてまいります。はい、続いてが仮想通貨交換事業となります。この4級は仮想通貨の価格が低水準にありまして流動性が課題となりましたが黒字で業績は推移をしております。引き続き取扱通貨のバリエーションを増やしまして取引機会の提供に努めてまいります。続いてでございます。 GMO 青空ネット銀行の取り組みについてご報告をいたします。GM 青空ネット銀行ですが、現在は普通株式の持ち分比率が 14.9% ですが、基本は青空銀行様とイコールパートナーの精神で経営をしておりまして、金融庁から認可が取れ次第 50% までの持ち株比率に引き上げたいと考えております。次のページをお願いいたします。昨年の7月に開業した銀行業ですが、現状青空銀行様の連結対象会社でございまして、青空銀行様が開示していない情報につきまして私ども開示することができませんので、限定的な情報だけご案内させていただきます。 GMO クリック証券とこちら銀行口座を連携させる証券コネクト口座の残高でございますが、こちら順調に積み上がってまいります。11月には GMO コインも同様に即時入金の連携を開始しまして、グループ内商材との連携をさらに進めてまいります。次のページをお願いいたします。GM 青空ネット銀行ですが1月15日には API の公開を開始いたしました。オープン API への取り組みですが、家計簿アプリや会計ソフトなどさまざまなサードパーティーのサービスを連携することでプラットフォーム銀行を目指してまいります。参照系 API は預金残高や入出金明細など口座の情報が参照可能なサービスです。また4月に予定しております更新系 API につきましては、こういった口座情報の参照に加えまして振込など決済までが可能となります。エンジニアが開発しやすい環境を提供いたしまして、銀行サービスとして当たり前の機能を提供するのみならず、さまざまなサービスと銀行サービスを掛け合わせた利便性の提供に努めてまいります。次のスライドをお願いいたします。こちらはサービスのロードマップとなりますが、まずは順調にサービスの提携開始、グループ内外の連携が始まっております。今後の戦略にぜひご注目いただければと思います。私のパートは以上となります。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。すべての人にインターネット。